エスパルスサポーターの皆さん、この度アジアの岡山へ期限付き移籍することが決定しました。サッカースクールを始めてから約17年間このエスパルスのエンブレムをつけてプレーさせていただきました。本当にその中で出会ったチームメイトや指導者の方々、ファンサポーターの方々、スポンサーパートナーの方々、皆様に本当に出会えたことが僕にとっての財産となっています。そういう人たちが僕のことを応援してくれていると思うと、岡山に行っても必ず力を発揮できると信じています。今年半年間エスパルスではなかなか試合に出れずに本当に苦しい思いをしていました。そんな中で今回ファジアーノの方から、お声をかけていただいたので、これも何かの縁だったりチャンスなのかなと思って今回の移籍は決断しました。向こうでは本当に自分の持っているものを全て出してファジアーノの勝利に一つでも多く貢献できるように頑張ってきます。岡山でまた遠い地にはなってしまいますけど、変わらず応援していただけたらとても嬉しいです。僕も後半戦のエスパルスの飛躍を、応援させていただきます。皆さんで一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。